上さん、はい、マノクワリから井戸へ転身する前の話ですけども、はいはい、このマノクワリにいる部隊約1万人くらいを井戸へ、5000人くらいをソロンに転身させるというような噂、あるいは噂話が出たのはいつ頃の話なんでしょうね。何ですか。そのそういう転身作戦が発令されそうだというようなことを耳にしたのは、まあ、実際に発令されたのは7月ですけども、昭和19年のそのもう 1,2 ヶ月前あたりから、これは人減らしっていうか、マノクワリから兵隊を分散させるかななんて話は出てたんでしょうか。そうですね、結局本当も、我々は結局前進基地を作って前進むんだという目的はあったんですね。だからそれはこういうふうにしてこうして愛してこうしてっていうような段取りは全然なかった。ただ五輪持ちを、ただ、要するに何ちゅうかね、いわばのっぱらへこうのっぱらへポーとそこに庭で話したいものやったんですが、だからなんかね、我々の舞台は要するに現役62年代そのものが現役ですね、で諸行幹部関係、諸行関係がいわば予備役でやったからな、だから我々は現役ですからね、ですからそんな根性は起こらなかったけど、なんかよその舞台では結局もうすでにその時点でなんか右往左往の動揺が起きとったんじゃないですか、そう思います。お互いのことを聞くとそう思うんですね。だからね、お互いなんか自分の中隊長を殺したりね、そういうことやってきたんでしょ、でそれを今度は二度目を空中でお互いと中屋が逃げたわけですね。そして結局こう海岸ベルにどこなだろうということで、いわば私たちのいる笹原のところへ結局入ってきて、あそこで結局もうここでもうこれより行ったかってしまわないと、だからここで死のうということで手榴弾を持ってですね、で孫の元へ行く、いわばいろいろなものを並べてですね、でそこでシクシクと泣いちゃったんですね。でそれを結局我々はこのいわば飲み水を山の中央口がおりますから水あれですから、で下へ降りてですね、でその水汲みに行ってですね、それでもう一つは目的があったのは海岸辺でですね、海岸辺の朝早く行けば、早くというか行けばその国に入るものが流れてくるんですね、それを回収するとかね。例えばどういうようなものですか。そうですね、やっぱりヤシの実のこう、いわば実とか実ですね、はい、でこうボー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 流れてくるね、これがそのいわば苔ですね、水苔、まあ、そういうのも流れてくるし、でそれをこうすくうべりして、こう大事な食っていくと、だからでも食うもんってなもんねですからね、ただ我々は、ね、非常に喜んだのは結局そのこの中国上でそのパパの農場を奪還したっていうか、それを陣取ったっていうことが我々が生きてきた狙うだと思うんで、でちょっとそこに行く前にですね、はい、ちょっとまたマノクワリ出発前に、川上さんの部隊が出発したのは昭和19年の5月1日とお聞きしましたが、そうですよ、これはですね、すごい遅い出発なんですよね、その前に出発した部隊に比べると。遅いよ、軍司令官なんかもみんな7月の頭に出発してるわけです。そして小田切さんたちの部隊でさえ7月の中旬に出発してるんですよ。でも川上さんは9月。あ、そうです。ということは川上さんのこの海上水路輸送隊っていうのはもともと一番最初は転進部隊に入っていなかったんでしょうか。でしょうな、でしょう。つまりマノクワリに残る部隊としていたわけなんですかね、本来は。つまり転進でイドレに行くというその対象になった部隊ではなくて、マノクワリに残留する組に入っていたんでしょうか。なぜその9月なんて遅い時期に
伊取に行こうってことになったのか、ここが僕わからないんですよ。だからあまりにも遅すぎるんです、出発が。だからね、ええ、まあ本当にこう本当の目的、あるいはまたそういうようなことは全然我々は知る余地もなかったしね、ええ、だからただ生きていく生きていくっていうのは結局本当なんですわ。これであそこから要するに死の行進っていう、まあ、うん、不十分じゃないですけど、うん、結局我々は結局本当でも超えておけば生かさなきゃと。だからこういうねコースコースをして、元モルリスですか、はい、格子の海と生かしが歩かせばいいと、いうの少なくとも転身命令が下ってなければ藤井注意といえども出発できないと僕は思うんですね。そうそうそう、だからこんなに遅く、もう9月といったら第二軍の司令部も全部もう井戸に移ってるし、あなんでで、マヌクワリに残ったのは確か、あれは誰でしたっけ、あの深堀中将かだ、あ少将か誰かがマヌクワリ死体として残ってるんですよ。だからその9月に何で出る必要があったのかなという、あるいはそのイドレとの交信等を通じてその藤井中隊も移れという命令が来たのかもしれませんが、この9月出発とするともう川上さんたちの後に出発した人はいないんじゃないかなと。いないですよ、いないですね、はい、まあ、だからね、うん、だから要するに我々としては9月に結局は何ちゅうかこの米の供養ためですね、9月、はい、うん、あれ、うん、ご飯の登場ですね。でやっぱり9月の1日1日出発っていうのはもう間違いない、あ間違いない、はい、そして、はい、どういうつまり最初はムミというところは通過したんでしょうか。ムミというのは飛行場もあるし、一応食料の補給もされるとされたところなんですけども、ムミムミそれはそれは、ええ海軍じゃないですか。いや陸軍、陸軍、